おはようございます、やんちゃです。2022年10月12日水曜日の朝です。タイマー18分。はい、なんかタイミングが遅れるな。はい、よろしくお願いします。そしてプランク。はい、これ難しいな。タイマー2分。よし、ふう、やりますか今日も。よいしょ。さて天気なんですけど、なんか間もなく雨が降り始めますとか言ってる。やべえ、大丈夫かな。あれ、いや、なんかん間もなく雨が降り始めますって書いてあったのに、なんか時間のバーを動かしたら12時頃に雨が降り始めますに変わった。まあいっか。はあ、今日はなんか 30% とかだし、大した雨は降らないんじゃないですか。新聞、昨日休刊日だったんだよな。よいしょ。なんだって、東芝国内連合に優先権。ああ、再編、あんまり興味ないな。企業は敵対的買収から逃げず価値向上を。なるほど、確かにな、買収来るぞって言ったらね、大体防衛策打ったりしますもんね。大体っていうのはちょっとあれか、正確じゃないけど、防衛策打ったりする企業もありますからね。なんかないかな、面白いな。あとは年 2% 成長、民主導で。なるほど、どうしたらいいんでしょうね。いい感じにインフレさせるには10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ぐわつらっ。どう、難しいんですよこれ。編集する時までうまいこと言ってるかどうかわからないっていう。まあ編集でね、ある程度ごまかせるとはいえ、なんかあれですね、こう素材だけでこう切り張りでどうにもならない時用に、やっぱり何かしらのこう効果が欲しいですね。はあ、やば。今日涼しいな。今日の気温、今の気温ですが 21.2 度。 21.2 度はかなり快適。なんか分かってきた、25度まで行くとちょっと暑い。24度、21度から24度の間ぐらいが一番過ごしやすいで、19度から若干寒い。この感覚がちゃんとこう肌感覚として分かってきたですね。なんだっけ、スイートシトラスの香り。あ、そうだ、コーヒーデータベースに入力しなきゃいけないの忘れてたな。コーヒー DB、 ちょっと後で入れよう。はあ、さて今日10月12日ですよね。ってことはあと2日、あさってには10月14日が来るわけですよ。
で、10月14日といえば FX30 っていう新しいソニーのビデオカメラビデオカメラって言っていいのかな、まあビデオカメラだよな、ビデオカメラ、ビデオカメラかな映像向けカメラではあるけど、新しいカメラの発売日なわけですよ。で、わしは予約をしているので届くんですけど、楽しみですねどうかな、午前中に届くんだったら届くのを待って、届いたそばからなんかセットアップしてヤンチャクラブを撮るのに使いたい気がするけど、ただなんかね、いきなり届いたのを使っちゃったら、はいこれが FX30 ですとかって言えないよね。だってそれで撮ってるんだもんねだから、まあ、届いたとしても最初はなんか届きましたみたいなことをやるかしょうがないからはあ、楽しみだなっていうのが一つっていうか、もうこれぐらいしか話題がないいやそんなことはないか、なんかあれですね、今日富士山が見えるわけではないんですけど、富士山の手前側の山とかが結構見える感じですね。富士山まで行かない、あとなんだ、都心の方のビルがくっきり見えるようになってきてる。これもね、なんだっけな、どの回だったっけな、忘れたけど、急に目が良くなったような錯覚を覚えた回っていうのがあって、え、ちょっと待って、なんか急に第三の目が開眼したみたいな。でもね、そんぐらい一気に空気が澄み渡って遠くまで見えるようになる季節が今の季節なんですよね。いや、これ毎日同じところから同じ景色をずっと見てるからこそ分かることなんですよまあもう2週目だから新鮮味はないですけど、ああはいはい、去年のあれねっていう感じにはなってますけど、なんか昨日夜、まあ、家のことがいろいろ終わって9時ぐらいですかね、9時ぐらいになって、なんか一昨日のワンマンライブの打ち上げみたいなやつをなんかどうやらやってるらしいっていう気配を感じて、なんかせっかくだし行くかと思ってちょっと行ってきました。どこだったかな、ウグイス谷に足立区から行くときは、まあ、山手線に乗り換えるのが面倒なので、なんか適当な地下鉄っていうか日比谷線なんですけど日比谷線で入谷駅まで行って、そこから歩くのがまあ最短ルート、はい、なんで日比谷線で入谷まで行って、なんかウグイス谷まで歩いて、ウグイス谷でちょっと飲み会まあ打ち上げに出てきました。なんかね、久しぶりに話す人たちがいっぱいいて楽しかったですね。結構昔から知ってる人もいれば、ここ最近って言っても、わしなんかその界隈には年に1回ぐらいしか行かないのでわしとしては去年も話したなこの人っていう人も、向こうからは初めましてっていうそういうことがね結構ある。ただね、そういう現象については結構ね慣れてるっていうか、よくあるんだよなと思って、はい、こっちは覚えてるんだけど、ただこっちは覚えてるって言っても、相手の名前を覚えてるわけじゃなくて、ああこの人何度か話したことあるな程度にしか覚えてはいませんけどねただまあだんだんね、交流が増えるにつれて何か、はい、絡みが増えていくと、相手が
なんという名前の人なのか、ツイッターアイコンはどういう色の人かっていうのが対応付けられてきて、だんだんなんか友達になっていくっていうことなんですよね。はい。はあ。なんかでもすっかりお酒を飲まなくなったっていうか、お酒を飲むと翌日にすごい響くんですよね。なんでなるべくお酒を避けるお酒を避けるようになってきてしまって、なんかもっとね浴びるように飲んで曖昧になって、もう翌日とかどうでもいいやみたいな感じの生活をしたいかしたくないかで言えば、したくないな別にしたくなかったわ。はあ、なんでしょうね、したくなかったですねなんかどんどんお酒の飲み方が分かってきたっていうか、こんだけ飲まないでも別に大丈夫ってなってくると、なんか打ち上げとか行くのに別にスクーターとかで行ってもいいなって思うようになりましたねだからなんか別にね終電とか気にせずいることができるので、もう酒飲まないとってならないんだったら十分成り立つわけですよね。うん。はあ。なんか多分こういう境地に達した人が、あのたまに飲み会でいる、その今日車で来てるからっていう人今日車で来てるからって言って終電を逃してなんか破滅してる人をこう家まで送り届けてくれるみたいなそういう神みたいな人たまにいるじゃないですか。なんかそういう人の気持ちっていうか、そういう人のなんか立ち位置っていうのがなんとなく分かってきたただわしは車の運転がなんかできるんだかできないんだか分かんないし、車も持ってないので神になることはできないんですけど、はあ。まあ難しいんですよね。例えばウグイス谷とかでねスクーターで行ってなんか曖昧なところにスクーターを止めるのはまあギリギリできなくない、そのなんだろう、ビルの前の公道じゃないちょっとしたスペースのところに押し込んでおくとかできるからただ車だとねどっかしら止めとかなきゃいけないからそうすると結構ね都心の方でコインパーキングとか止めとくと 4,5 時間とか止めとくだけでも結構な金額になりますもんねウグイス谷あたりだったらでも500円ぐらいかな。え、500円っていうのは15分500円15分500円はウグイス谷はさすがにないか。でも多分だけど2500じゃない、250円ぐらいにはなるんじゃないですか、あの辺りだと。そうすると1時間1000円とかで4時間で4000円とかになっちゃうもんね。だからなんかやっぱ車で行くのはあんまり現実的ではないか難しいですよね。なんか自動運転タクシーとかがね格安でぐるぐる周回してたりすると嬉しいんですけど、なんかもし自動運転タクシーとか来た時も結局今のタクシーと同じ料金体系になるような気がしていて、だとすると結構きつい初乗りでも500円とかでしょ今。初乗り500円ってねそんなに気軽には乗れないですよねそれ初乗りの距離だけ乗るんだったらまあいいですけど、初乗りの距離ぐらいだったらねすっと歩けちゃいますからねはあ。
よいしょ、打ち上げの話終わり。やべえ、わしもう今日何にも話すことがない何にも話すことがないっていうこともないんですけど、だ昨日打ち上げでその話してたような話はね、ここで話さないじゃないですか。だからね、難しいですけど、そうだな、昨日なんか話してたような話の中で、なんて言うんですかね、公衆の面前で話しても問題ないような話ってなんだろうっていう そういう話になるんですけど、はあ、なんだろうな、なんだっけ、思い出した、なんとかなんとかクラブなんか大阪から遠征に来てる、遠征っていうかまあ遠征ですね、遠征に来てる人がいて、でなんかどこ泊まってるんですかって言ったら寝カフェですって言ってて元気だなっていうか若いなと思ったんですけど、ただなんかネットカフェでなんかカレーライス食べ放題のネットカフェがあるらしくて、すごい、なんだカスタマカフェ、カスタマカフェっていうやつで、なんかチェーンになってていくつかあるみたいですね。代々木店と上野かな、これあ八重洲店もある、八重洲店とあとなんだ上野店、うん、あと池袋西口店だって。そんなに大量には展開してないですかね。うん。あ、何これ、歌舞伎町歌舞伎町はすごいな、なんかカスタマカフェ歌舞伎町店っていうのもあれば、あのグランカスタマ多分すごいカスタマカフェなんでしょうね。やっぱりカレーライス食べ放題すごいな。あれかな、歌舞伎町のカスタマカフェはいわゆるあの東横ド東横ですねこれね。はい、なるほどね、懐かしい。なんか昔なんか高校出てすぐぐらいの頃に歌舞伎町でバイトしてて、でその頃なんか漫画喫茶っていう概念自体が出始めの頃なんですけど、歌舞伎町の入り口のとこにあるビルの地下にある漫画喫茶がなんか新規開店しますっていうんで店員を募集してたから、そこにバイトの応募に行ったら、なんか凄まじい人数の応募者がいてでわしそれまでまともにバイトしたことなかったんで、なんかこんな人数の中から 4,5 人しか受からないのになんか無理だなと思ってたんですけど、なんか受かってそこで働くことになったんですけど、なんか多分ですけどその漫画喫茶でありながらあのネットカフェの機能もあるやつ、だから当時最新の業態なんですよね。でこの中でパソコンに詳しいものはおるかみたいな感じで、なんか50人ぐらいサークルになって、で真ん中にお店の面接する人がいてっていう、なんか応募者でこう面接官を取り囲むみたいな形式だったんですけど、この中でパソコンに詳しいものはおるかみたいな感じでみんなに問いかけるっていう。でわしは割とパソコンに詳しかったので、パソコンなら任せろみたいな感じで手を挙げたんですけど、他の人は パソコンって何みたいなそれは言い過ぎですけどえちょっとパソコンはちょっとみたいな感じだったから、多分それで合格したんだと思うんですけど、なんかねきつかったですね歌舞伎町で夜の12時から朝の8時までずっと
漫画喫茶で働くっていうやつだったんですけど、いやね、歌舞伎町の夜ずっと入り口のところでね、漫画喫茶ですとか言ってビラを配ったりとかまあ漫画喫茶の全ての業務をやったりしてたんですけど、まあ客層がほぼ全員酔っ払ってるみたいな状態だから大変だった。なんかしかもその何カスタマーカフェじゃないですけど、その終電を逃して朝まで過ごす人っていうのがほとんどなんで、だいたい寝てるとか、いやーっていうのをねちょっと思い出しましたねさて今日水曜日なんで会社に行かなきゃいけないんで、ちょっと早めに切り上げていきますか。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。